アアクアチャンネルのザッキーです本日は2024年1月26日当店の新しいデモカーとして新型スイフトが納車となりましたさあ早速積載車から降ろしていただきましたのでピットに入れてじっくりと見ていきたいと思いますはいということでピットインしました新型の 鈴木スイフト当店の新しいデモカーとなります、はい。購入した車両ですが、スイフトのグレードはハイブリッド MZ。駆動方式は 2WDFF 車になります。ボディカラーはピュアホワイトパール。そしてこちら、ガンメタリックツートーンルーフになります、はい。装着しているメーカーオプションですが、先ほど申し上げたこのツートーンルーフ。こちら、ボディカラーがピュアホワイトパールになりますので、必然的に ガンメタリックのツートンルーフとなります。これがメーカーオプションの一つ。そしてもう一つが全方位モニター付きメモリーナビゲーション。こちらは鈴木コネクト通信対応となります。これ以外のアクセサリーとしましては ETC2.0、それから ETC2.0 のセットアップ。そして装着していませんがドアバイザー。こちらが含まれております。 ドアバイザーはですね、これから商品を開発するにあたって、ドアバイザーが付いているお車、それからついていないお車用、この2つラインナップできるように、納車時には装着しておりません。はい、ということで、この新しいスイフトですが、今回の動画では内外装を見ながら、この新型スイフト専用の当店のオリジナル商品の数々をですね、ザッキーも初めて 実車を見ますので、どういったところにどういった商品をラインナップしていくか、そのあたりを見ながら内外装の方を見ていきたいなと思います、はい。紹介の前にですね、これはお知らせになりますが、今回納車しましたこの新型のスイフト、これからですね、様々な商品を開発、そして発売しますと随時このアクアチャンネルでその商品を紹介していきますが、たくさんの商品を開発して実際にこの車にカスタムしていきます。 最終的にはそのたくさんのカスタムをしたこのデモカーの状態でこのスイフト販売をします。つい先日はですね、こちら当店のデモカーの新型の NBOX、こちらの車両を販売しておりました。こちらも当店のオリジナル商品でカスタムした車両になっていましたが、このようにですね、今回このスイフトもカスタムした状態で最終的には販売します。ですからこの後ですね、どういった仕様になっていくのか、 定期的に動画の方は公開していきますので、ぜひこのスイフトの動画をですね、チェックしていただければと思います。そのオリジナル商品の中にはですね、ノンレジケーブルという商品があるんですが、このノンレジケーブルの紹介の時には実際に装着した状態で走行などもしますので、そういった状態での走行距離は伸びますが、それ以外はほとんど敷地内の移動だけになりますので、低走行な状態になっています。 販売する時期は未定ですが動画で紹介しますのでぜひチェックしてくださいその場合にはホームページに掲載はしますが予約は受け付けられますので気になった方はですねお早めにご連絡いただきますとその時期が来た時にですねご商談のご連絡をさせていただきますではお知らせが長くなってしまいましたが新型スイフト、見ていきたいと思いますはいそれではまずは外装から見ていきたいんですが 新型となっても一目でスイフトとわかるこのデザインおしゃれになりましたねもともとユーロチックなデザインですけれどもそれにさらに磨きがかかったようなそんな感じがします特にこのボンネットの処理などは独特ですよねそれではフロントから見ていきたいと思いますが今回も独特のデザインのヘッドランプになっていますね LED ヘッドランプこちらはハイブリッド MZ になりますのでオートレベリング機構付きになります ザっきー個人的には、このヘッドライトのインナーがブラックアウトしているのがとても好みですね。ただ一つ気になるのは、ウィンカーが電球になっています。ここは LED 化したいところですね。はい、そんなヘッドライトですが、今回の新型もですね、だいぶ大きな面積を占めていますので、飛び石なんかも心配ですし、 黄ばみ、黄辺も心配ですから、ここはカット済みプロテクションフィルムでしっかり保護できる商品を発売予定です。フロントグリルを見ていきますと、全体的にはピアノブラック調ですね。そこにメッキ加色が装着されています。ここはですね、もちろん好みもありますが、グレード XG のピアノブラック調、全体のこのメッキがないバージョンですね。全体的にピアノブラック調のグリルが ザッキーは好みかなと感じております。ということで、このデモカーのこちらの車両は、このメッキの部分をカット済みシートでブラックアウトしていきたいなと思います。その下を見るとですね、このリップ部分、フロントバンパーのアンダー部分ですが、ここは塗り分けがされていますが、ガンメタリックになっていますね。このように色を分けているあたりはちょっと凝っていますね。ただ、フォグランプのガーニッシュは これは樹脂ににななっってていいまままますす。ね。在着素材のままになっていますここはカット済みシートでカーボン調ですとかピアノブラック調にできる商品を作りたいですねそこからルーフを見てみますとガンメタリックのツートンルーフガンメタリックいい色ですねただ気になるのはここからピアノブラックになります ているような雰囲気ですがここは統一して欲しかったなという思いがあります a ピラーそして b ピラーそこから後ろこちらもピアノブラックになっていますこのピラーのピアノブラックは洗車傷ですとか傷がとても目立ちやすいところになりますねこうやって光が当たったりするとその細かい傷が浮き出て残念になってしまいますのでこのあたりもカット済みのプロテクションフィルムですね しっかり保護できるようにしたいところです。A ピラーもピアノブラックになっていますので、この部分もプロテクションフィルムがいいかなと思います。はい、フロントガラス、グレードがハイブリッド MZ になりますので、IR カット付きのフロントガラスになっていますね。そこから下を見ますと、ワイパーとワイパーカウル。ワイパーカウルはだいぶ樹脂の部分が露出しますので、この辺りは カーボン調にするとスポーティーな印象になりますね。ワイパーアームの部分とワイパーカウルもカット済みシート作っていきたいと思います。これだけ出ていると白く劣化した時にちょっと残念になってきてしまいますのでそういった貼るだけで手軽にカスタムができる商品を発売したいです。ボディサイドはこのボンネットのつなぎ目の部分からフェンダーそしてドアといったこのプレスラインが特徴ですね。 このあたりのり処理は上手だなと思います装着されているタイヤそしてホイールですがホイールサイズは16インチタイヤは1855516となっていますブラックの切削加工ホイールですねおしゃれな足元ですはいドアになりますがこのドアの部分はやっぱりここですよね傷をつけたくないだけど 注意していてもたくさん傷がついてしまう部分。このカップ部分。こちらもカット済みプロテクションフィルムやカット済みシート。こういったもので傷を防げる商品を発売します。同様にこのドアエッジ部分。こちらも開け閉めで障害物にぶつけたり、そういったことからエッジ部分を守れるドアエッジプロテクションフィルムもラインナップしたいと思っております。はい、リアになりますが、こちらも スイフトとわかるデザインですね。そしてこのテールランプ。テールランプはザッキーの心の声でいくと、めちゃくちゃかっこいいですね。テールランプを点灯させた状態ですが、ここがライトバーになっていて、このように光りますね。ここにブレーキランプの LED があって、この下にリバースランプになりますが、リバースランプ、こちら電球ですね。ここは LED にしたいですね。ウインカーも電球になっています。フロントと一緒ですね。 せっかくここが LED のライトバーでブレーキランプも LED となりましたらばやはりリバースランプもウインカーも LED で統一したいなと思います。このあたりの LED 商品も発売したいですね。ナンバー等を見てみましょう。ナンバー等も電球タイプになっていますね。こちらも LED 化したいところです。リアバンパーを見てみますとこの部分は樹脂なんですが 特に塗装済みというわけではなく在着素材になっていますね。このあたりはカット済みのシートでカスタムできる、そんな商品にしたいと思います。例えば、ツヤのあるカーボンシート。グロスブラックカーボンシートなどで、ここ全体的に覆ったらとてもスポーティーでかっこいいでしょうね。このあたりも今後紹介していきたいですね、はい。ラゲッジルームになりますが、容量は必要十分じゃないでしょうか。そして深い。 拡散物が入りそうですね。ここを開けると、はい、フロアのトレーを持ち上げると、パンク修理キット、そして、牽引フックが備わってますね。はい、荷室が不可ということは、開口部が、この部分が高いですかね。若干高めですので、荷物の出し入れでリアバンパーに傷をつけないように、ここもしっかり保護できるカット済みのプロテクションフィルム。 それから、ドアと同じですね。このリアハッチのエッジ部分、ここも保護できるプロテクションフィルム。こちらも発売したいです。そして、リアハッチを開けるときは、ここに手をかけますので、リアバンパーのプロテクションフィルムと同じように、この部分の傷防止ですね。爪が当たりますから、こういったところを保護できる商品にしたいなと思います。はい、改めてまたリアビューですが。うん、いいですね。やっぱりかっこいいですね。 はい。では続いて内装を見ていきたいと思います。内装で一番目を引くのは、やはりこういった明るい色を使っているところですよね。ドアですとか、このインパネの下の部分。こちらはですね、このセンターも繋がって、このグローブボックスまで行きます。そしてデザイン的にドアトリム側まで。ここが特徴ですね。色使いだけではなくて、 模様も少し入っている。そんな凝ったデザインになっています。こちらはハイブリッド MZ なので、こういった内装 MX も同様ですね。そして、それだけではなくて、こういったところにサテンダークシルバーを使ってアクセントを入れてますね。ドアにも使われています。なかなかですね、上手に質感を出している、さすがスイフトといったところですかね。余談ですが、このスイフトですね。 これの前に購入したスペーシアカスタムよりも購入価格が安いんですよね。こちらハイブリッド MZ で上級グレードになりますが、それよりもスペーシアカスタムの方が少し金額が高かったです。はい、それはさておき他も見ていきますと、今回ですね、なかなかさっきこれはいいなと気に入った部分がステアリングです。まずデザインがいいですね。本側は脇のステアリングにシルバーステッチが入ったデザインになっていますが、 ここの部分でですすねねうういいっったよよににパネルになっているんですよ、ね、しかもこういった色使いでなじませているあたりがいいですねまだ走行はしてませんが握った感触はとても良かったですはいディスプレイですがメーカーオプションの全方位モニター付きメモリーナビゲーションになっていますので9インチ HD ディスプレイですフルセグテレビ DVDCD プレーヤー AMFM ラジオスマートフォン連携機能 Bluetooth 対応となっています エアコンはフ良ートエアコンが装備されています。その下に CD、DVD の挿入口がありますね。その下のセンターコンソール部分には USB と書かれた蓋。それから同じように USB ポートがある蓋がありますね。こちらの USB のポートはタイプ A になっていてディスプレイに接続できます。スマートフォンにダウンロードしている、もしくはストリーミングなどで音楽が楽しめるようになっていますね。 その横が、こちらが充電ですね。こちらが USB Type-C、そしてこちらが Type-A になっています。これ以外にも、はい、こちらにパワーアウトレットがありますね、はい。そしてシフトはこのようになっています。インジケーターの部分は、まだピアノブラックの部分に養生したままになっていますが、こういった状態になります。はい、シフトからそのまま続いてみますと、こちらには、 パーキングブレーキスイッチとブレーキホールドスイッチ。そして、寒い地域には外せないシートヒーターが備わっています。ここは当店のある松本市。冬場はとても寒くなりますので、必須と言えますね。はい、ではシートですが、シートはメランジグレーブラック。そしてシルバーステッチのファブリック表皮のシートになります。 この辺りの落ち着いた色使いもザッキーは好みですね。シートバッグも比較的大きめで、こういったサイドサポートですとかクッションのサポート、なかなかホールド性が良さそうですね。リアも同様の色使いになりますが、ステッチは入ってないですね。シルバーステッチが入っているのはフロントのシートのみになります。さあ内装のオリジナル商品となりますと、やはり まずは傷をつけたくないというのが一番にありますので、この部分、新車で納車していますので、このように養生されていますが、納車前にですね、ぶつけて傷が入らないように養生されている部分になりますが、要するにぶつけやすいところということになりますので、こういったところはカット済みのプロテクションフィルムですとか、カット済みシート、こういったものでしっかり保護できるものを商品化していきます。同じようにキックパネルもですね、 そして、アーパネル。ここも養生されてますね。ここも足よくぶつけますので、このあたりもしっかり保護できるものを商品化したいと思います。それから全体に見てちょっと気になるところ、寂しいところですね。こういったパワーウィンドウスイッチ周り。ここはもう在着素材のままの状態が、このように全体的になっていますので、こういったところですね。先ほども見ましたが、このセンターコンソールの部分も、 そんな気がします。もう少し飾りたい。かっこよくしたいなと思います。はい。ザッキーが気に入ったステアリングもですね、せっかくここにパネルがあるので、ここをカーボン調にしたらかっこいいと思います。スポーティーになると思いますよ。はい。そうすると、スポーティーな内装にするには、ザッキーが目をつけたのは、この明るい色の部分ですね。ここをカット済みのカーボンシートで スポーティーにしていきたいと思います。せっかくですから、この明るい色使いをしているところ、すべてカスタムできるようにしたいなぁと妄想しております。はい、それ以外の商品となりますと、ルームランプ、ご覧のように電球タイプになっています。しかも、ここのみなんですね。後ろにはルームランプがありませんので、 少しこれだと明るさが心細いなという気がします。ですから明るい LED に変えたいところですね。こちらも商品化したいと考えております。同じようにラゲッジルームランプ。こちらも電球タイプになっていますので、ここも LED 化したいですね。できればルームランプセットとしてフロントとラゲッジルームとセット販売ができたらなと考えてます。はい、それから ディスプレイオーディオになっていますので、車内の音質をグレードアップできる、手軽に交換ができるスピーカーパーフェクトキット、こちらも開発したいと思います。こちらにツイーターがセットされていますので、このツイーターと、それからドアスピーカーを専用品で簡単に手軽に交換ができて、さらに音質向上できるように、このドアの内部ですね、ドアデッドニング、こちらもカット済みでドアデッドニングキットとして、新型 SWIFT 専用を 発売したいと考えています。それから紹介が最後になってしまいましたが、当店のデモカー購入時はですね、新車でフロアマットを装着しておりません。純正のフロアマットは高価ですよね。そして汚れた時に1台分購入しなければなりませんので、ここはですね、当店で販売しておりますオリジナルフロアマット。こちらをこのデモカーにも装着していこうと思います。同時に、 装着しましたらば発売もします。このフロアマットの特徴はですね、まず純正よりもリーズナブルです。そしてこのようにチェック柄のデザインになっていて、これがチェックグレー、そしてチェックブルー、チェックレッド、チェックイエローと4色から選択することができます。オプションでマットの縁の部分のカラーもレッドに変更することができます。 そして最大の特徴は先ほどもお話しましたが、汚れたり傷んだりなどした場合ですね、例えば運転席側のみ1枚だけ交換したいな、それが可能です。1枚からの単品でも購入ができるとても嬉しい商品となっております。はい、今回の動画、新型スイフトノー o ャでした。いかがだったでしょうか今回の動画では今後のスイフトのオリジナル商品の紹介が主体となっていましたが、オープニングでもお話した通り、 最終的にはカスタムした状態で販売しますので、ぜひチャンネル登録をして今後の動画もチェックしてください。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。